情報検証研究所、あのマスコミのいろんな報道とか政府の公表資料などについての検証活動をやっています。で、あの公表できる中身を岸さんと大体あの発表してますけども、あの議論のさらなる詳細、あのさらなる意見交換とか、その検証レポートを作ったりとか提言を出すといったような活動をオンラインサロンの情報検証研究所でやってますので、もしご関心あれば、あのこちらご覧いただければと思います。と、いうか多分その部分も一応事前に言っておいた方がいいから言っておくと、これから原君と議論する内容で分かると思うけども、今回のコロナ対応を見れば分かるように、今1政府の政策めちゃくちゃです、2自治体もめちゃくちゃです、3メディアはそれを全く報じてませんと。で、このめちゃくちゃが多分コロナ対応をこれからずっと続く中で、変わんなかったら、これマジで日本、経済、も経済以外も結構大変なことになるなと思うので、やっぱりこれね、真面目に、これだけ政府自治体がひどいと分かった以上は、やっぱり民間の側から具体的な政策提言をして、でそれをちゃんと、根回しもしまくって、正しい政策を実現させるしかないなというのは実は最近痛感してます。で、そういうことで、この情報検証研究所のオンラインサロンでは、単純に問題点を議論するだけじゃなくて、もう具体的な政策を僕ら民間の側で作っちゃって、それが政府絡みか自治体絡みかともかくとして、もうこっちはもうそういう政治の根回しは慣れてますから、そういうのをフルに使って、実現するということをやりたい。と、その活動をこれから本格化したいと思ってますので、このコロナ対応を含めですね、政府とか自治体の対応に問題があると思ってくれて、でちゃんとした政策を実現したいという人は、ぜひ、このオンラインサロンに関わって僕らと議論してですね、新しい政策を作るというのを手伝ってもらえればなというふうに思ってます。情報検証研究所、7月の9日です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。で、昨日、7月の8日に、東京緊急事態宣言で、オリパラ無観客ということになりましたということなんですが、で、一応これちょっと、資料で整理をしておいたのが、緊急事態宣言になって何が変わるのかということですけども、これ6月の21日から、まん延防止重点措置になって、で、今度7月の12日から緊急事態宣言に東京になりますと、主に東京を中心に比較をすると、飲食店についてはまあ8時まで、で、8時までは一緒なんだけども、お酒の提供について、これは2人とか19時とかっていう要件をかけて、まあ、実際相当難しくなっていたというのが今度お酒の提供が禁止になります。それから大型商業施設は8時まで、で、これは変わんない。はいはい、からイベントに関しては 50% 5000人というのがあって、で今度それに加えて21時までというのが入ります、で、オリパラに関してはこれとは別扱いで無観客になります、まあ、そんなざっと言うとそんなことですね。はい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 。で、まあ、いくつかあるんですけど、まあ、一つはこれもまん延防止とそれから緊急事態宣言って なんかもう差がよく分かんない、違いがほとんどなくなっちゃったよね、結果的にね。よくわかんないことになっちゃったんだけれども、まあ、要するにこの先まだ首都圏が増える可能性があるという前提 で、いや、おそらく政府はこう考えたのかなというのは、これからまださらに増えていって、でやっぱり緊急事態宣言にならないとまずいじゃないかということで、また批判を受けるっていうのを恐れて、もう今のうちから先にもう緊急事態宣言にしちゃおうという判断かなと思いましたけど、いや、まさに原君が言う通り、これからまだ感染者が増える可能性があるので、まあ、今回はそういう意味で今までと違って予防的措置で早めに宣言を出して、かつ期間も長めに取ったということだと思うんだよね。そうですよね。だからいつもだとちょっと短めに期間も設定しておいて、でまたダメだったら伸ばしましょうみたいにやってきたんだけど、今回はさすがにね、オリンピックの期間中にそれやるわけにいかないから、まあ、早めにやっといたと。だからまあ気持ちはわかるんだけども、でもやっぱりちょっと、まあ気持ちでの上では全くわかるからしょうがないと思ってるんだけども、やっぱ個人的に若干感じるのが、このイベントの制限との関係で、オリパラについて少なくとも1都3県については、無観客というふうに言うじゃないですかと、僕個人的にこれは若干違和感あって、っていうのは、イベントは、上限5000人で会場の 50%、未満と以下かというふうに決まってるんなら、なんでそのルールを、普通に適用しないんだろうかなと。
つまり、オリンピックの直前までやっていて、オリンピックの直後から再開するプロ野球なんかは、まさにこの経営原則にのっとって観客を入れてますよねと。うん、で、じゃあ逆にオリンピックだけ厳しくするっていうのは、なんか、理屈が立つのかなと。うん、世間の批判が激しいこともあって、で、オリパラは、無観客っていうふうにしたと思うんだけども、でも逆に言えば整合性取れてないよねと。うん、だから逆に昨日かな、宮城県の、村井知事なんかは、会見で、他のイベントとかが、上限5000人っていうふうにやってるから、それと、同じような形で、オリンピックの、宮城県でやる、大会については対応するっていうことを言っていて、うん、僕はこの方がなんか素直に理解できる気はするんだけどね。うん、いや普通におかしいでしょ。だってこのイベントは他のやってよくてね。で野球もサッカーも別に観客入れてやってるのに、うん、オリンピックだけはダメですって変ですよ。そうだからちょっと多分それでもオリンピックは、無観客にしようという理屈があるとすれば、うん、外国から人がいっぱい入ってきましたと、選手でと、観客でと、うん、でそういうのから感染するんじゃないかっていうことを気にしてるんだろうけども、うん、基本的に選手と観客が接することはないよねと、うん、で関係者が観客席にいたとしても、そこは、逆に5000人しか入れないんだから、場所を分けることはできるはずだよなと。うん、で加えて終わった後、周りの飲食店で騒いで、感染がっていうリスクは、心配はするんだろうけども、もう逆にお酒は禁止してるわけだから、飲食店は。うん、だからあとは帰りに公園とかでコンビニで買った、酒を飲むのを、防ぐのをやれば、そこはできたはずなんだけど、予防的って意味でしょうがないのかなって気もするんだけどね。だからこれ結論から言うと、やっぱりその途中でもう一回ね変更して、で、ルールを厳しくせざるを得なくなっちゃうみたいなことにね、追い込まれるのを恐れたということなんでしょうね。厳しくしたっていう意味では、これも予防的なんだけども、うん、でも オリンピックの映像、世界に中継されるじゃん。うん、そこでどう見られるかっていうのは、ちょっと、心配だよね。うん、まあ、なんか結局そのマスコミからの、ね、批判を受けてまたなんかやられるんじゃないかっていうのを恐れすぎてもう厳しくしすぎちゃった、勇気はということで、もう なんか批判に負けちゃったみたいな感じに見えますね、これね。まあね、残念ではある、で、そうっていうのがオリパラの話で、それからあともう一つ、その今回の緊急事態宣言になって、そのお酒の提供、飲食店のお酒の提供のところはまたもう一回禁止にしますと、でさらにそれをもうより強力にやっていこうということで、その西村大臣今度言ってるのは、金融機関にお酒提供しているような店は取引停止に要請するというような話も出てきましたということなんですが、なんかねこれ私は相当むちゃくちゃな話のような気がしますけど。ちょっとね、あと、先の、卸をやってるところにも、やっぱり、提供するなということを言ってるから、なんか、防災法みたいだよね。そう。いや、だからこれ、相手は組織犯罪だったらね、そういうのはなくはないんだけども、いや、これ別に普通の、ルール設定ですよね。法律に基づくルール設定をやってるわけで。で、要するになんでその法律で、要請なり指示なりをやっても守ってくれないかっていうと、その政府の執行能力が足りないとか、あるいはその政府の信頼性がもうなくなってるからなかなか守ってもらえなくなっちゃいました。で、法律を遵守してもらえないんでね、社会的な制裁を加えましょうみたいな話でしょうか。そう。なんかね、これってもう政府が法治国家であることを、やめてしまったような。ちょっとね、見過ごし厳しい気はするんだよね。気持ちはよくわかるんだけどね。秋に選挙もあるからさ。だから気持ちはすごいわかるんだけど、ちょっと、西村大臣、懸念される点はわかるんだけども、そこまでっていう感じに、ね、政策論的にならないかなっていうのは心配だけどね。これなんかね、法律守ってもらえないから、その社会的制裁加えてやれとかね、村八分にしろみたいな、これなんかね、変だと思いますよ。それをやるよりも、やっぱり西村大臣本来やるべきは、お酒の提供っていうのはね、その本当に禁止すべきなのであれば、もうこういう問題があるんですということをきちんと説明をする。で、誰が見てもそうじゃないかっていう納得感がないからみんな守らないわけですよね。全く。だから協力金なんかは悪くないと思うんだよ。
それを超えてそこまでっていうのは、ちょっと逆に、納得感とか、一緒に、頑張ろうとか、協力しようっていう気持ちを集めるのか、ちょっと正反対になるリスクがあるなっていうのは心配なんだけどね。いやー、厳しい。ああ、ちょっとこれはどうかなと。そうだね。で、それでね、ちょっとオリパラの関係で、このオンラインサロンの方でいただいてた質問を、ついでにしてしまいますと、スパコンで解析して、1万人でも感染者増えないというのに無観客になるのはどうしてですか？まあ、これ文部科学省で、これ4月の6日に、報道も出てましたけども、富岳で、やってみたら、マスクして間隔を空けて座ってれば、もうリスクはほとんどゼロに近いというのが出てますという、まあ、さっき、金さんも言われたようなことですよね。だからまさに、これは僕はすごい、この質問には同意するんだけど、僕自身も総合格闘技団体の興行を6月に東京ドームでやって、5万人の会場に1万人入って、で、やっぱりちゃんとマスクをして、間隔を空けるということやったら、多分大丈夫だなっていうのはミスもすごい分かったから、それが証明してくれたわけなので、本当はこういう科学的知見も使って、だからっていうふうにやりた、やるべきだったんじゃないかなって気はするけども、なんかそういう科学的な知見を使っていっても、やっぱり、メディアにいろいろ攻撃されて、非難ばっかりされるっていうことも懸念したんだろうなと思うと、まあまあまあ、しょうがないのかっていう気もしちゃうよね。だけど、しょうがないで、済ませていけないんだけのは、どね。いや、しょうがないんだけれども、その政策決定を科学ではなくてマスコミがやってます。でも、マスコミが批判すると思えば、もう、ちょっと曲がったことでも決定してしまいますみたいなね、なんかそんな状態になってますね、これね。だからマスコミがすごい、ある意味でパワーを持ちすぎてる感もあるから、それも本当にどうなのかなっていう気はするんだけどね。そう、なんかそういうちょっと政策決定の仕組み全体の問題のような気もしますっていうのはこの話ですね。またちょっとこの話をまたしすぎると長くなっちゃうんで、一旦先に行きますと、昨日の菅総理の会見で、緊急事態宣言やりますっていうところの説明をやっていて、で、ワクチン接種が大きく進んでいます。で、新型コロナとの戦いにも区切りが見えてきました。まあ、これいいメッセージですね。で、東京を起点とする感染拡大をその中で避けないといけないんだということで、で、まあ、現状によって、高齢者の、感染重症者は減ってきてるんだけども、40代、50代、これまでワクチン接種が行き届いてないところで、重症者も増えてきてしまっていて、ここはやっぱり今やんないといけないなと、まあ、そういう説明をしてるわけですね。で、この辺はね、私割といいと思ったんですけど、次のね、これ気になったのはこの最後なんですよね。このワクチンを1回接種した方の割合が人口4割に達したあたりから、感染者の減少傾向が明確にあったと。まあ、これ世界各国で見たときに、という指摘もありますと。で、日本は今まだ27%だから、もう一歩なんですって、まあ、そういう説明をしてるんですけど、これね、私すごい気になったのは、これ、すぐに、いや、違う例もあるじゃないかって言われちゃうわけですよ。そうだよね、そうこれ、イギリスはですね、これ、イギリスのワクチン接種率って40%に達したのが、3月から4月の初めぐらいのところで、まあ40%を超えるんですけども、で、感染者の数っていうのは全然それと関係なくって、これ、ずっと前から感染者数は下がるわけですね。下がっていて、ずっと下がり続けていたんだけども、で、ワクチン接種率が増えていた5月の末ぐらいから急にドーンと上がります。まだ上がり続けています。という状態になって、で、これでやっててですよ。で、7月の末ぐらいに日本は、ワクチン接種率、1回目のですね、1回目の接種率が40%になるんで、きっと感染者は減りますって言って、これ減らないかもしれないですよね。イギリスの例からはそうだよね。大事なポイントはそうじゃなくて、まさにその次のグラフであるように、感染者は増えても、それで本当に、まあ、重症化、死に至る人の数っていうのは実は、そんな増えてませんと。両方が大事なはずなんだけどね。こっちの説明をするのかなと思ってたんですよね。いや、だから菅総理の会見の前に、8月の下旬まで、延長し、緊急事態宣言にしますという話が、まあ、伝わっていて、で、それを見て、いや、私は、いや、こういう説明なのかなと思って考えていたのは、この次なんか別案って言って書いたやつですけども、いや、これ、ワクチン接種が進めば感染拡大はこれ起きちゃうかもしれないけれども、重症化はしないんです。重症患者の数とか死亡者の数は増えない。っていうのが、これ今、イギリス政府の言ってる説明で、で、まあ、だからイギリスはもう感染者はどんどん増えてるけれども、
もう、重症化にはつながってないからいいんだということで、規制解除をしていくわけですね。で、そこから考えると、これ、日本の場合には、イギリスと比べると、ワクチン接種はもう一歩ですと、これ、今、大体3ヶ月ぐらい遅れてるわけですね。で、そうすると、イギリスで、感染拡大が始まったのが5月の末で、で、その頃の水準までまだ達していないと。だから、それまでの、8月の下旬までの間に、最後の接触制限をやらざるを得ないんだと。で、そこが過ぎればもうワクチン接種が進むから感染拡大してもそんなに心配ないということで対処できるんだけども、っていう説明はありかなと思ったんですね。いや、で、これだったらね、もう、これ最後ですね。そう。だからイギリスの例を聞けば、まさに重症化はしない。だからこそワクチン接種が進むまでは最後の緊急事態宣言なんだっていうのがより分かりやすかったはずなんだけどね。うん、やっぱ国はメディアからも攻めようがないはずなんだよね。そうなんですよね。いや、だからもう今やこの重症者の数とか死亡者の数の方を見て、対策を取るべきであって、感染者の数増えるかどうかっていうのはもう見るのやめましょうっていう話をちゃんとすればよかったのになと思うんですが、うん、それできなかったですね。だから、まあだから、それが内閣府なのか、厚労省なのかわかんないけども、厚労省のさ、そのほら、アドバイザリーボードなんかで、この辺ちゃんとそういう分析してないのかな。うん。ちょっとすごい、やっぱ、うん、僕も昨日の会見見てて違和感感じたんだよね。うん。そう。まあ、このイギリスの話っていうのも、まあ、もちろんまだ確定的には言えないわけですね。これ、重症者の数は、まあ、これは、じゃあこういう話をしていたら、ファクトチェックイニシアチブの柳井さんからコメントをいただいたのは、いや、イギリスもね、その重症者の数減ってるとは、いや、増えてないとは言い切れなくって、やっぱり3倍ぐらいにはなってるんです。うん、うん、うん。という話があるんですね。まあ、3倍にはなってるけども、これ日本と比べたらはるかに少ないわけですけども。ね、まあ、ただなので、ここはもうちょっと様子を見ないといけないかもしれないけれども、まあ、少なくともその感染者の拡大の伸びと比べたら全然少ないわけですね。そう。だからそういう傾向にあるんだっていうことを言って、で、それがデータの分析で変わったらまた後で変えれば、修正すればいいわけだから、ネットではこういう分析ができるからこうなんだっていう方が、かえって納得感はあると思うんだけどね。うん。まあ、少なくともね、この1回目ワクチン接種率4割に達すると感染者は減るはずですって、なんかこれダメだと思いますよ。うん、これは、価値判断が入りすぎてるよね。うん。だってもう明らかに反証例が出てきちゃってるわけだし。そうなんだよね。そうですね。だからちょっと説明がもったいない、いまいちいいだよな。うん。で、これでやって、ね、実際に減らない可能性はありますよね。この7月の下旬でね、感染者の数に関しては首都圏で。で、そうなるとまた違ったじゃないかってね、またなんか叩かれる。例えば新規感染者数ばっかり言ってるから、そこで叩きたいはずだから、それも考えるともったいなかったよね。うん。うん、ちょっとね、この昨日の説明の、ワクチン接種のところをきっちりとこれからやっていきましょうっていうメッセージの部分は良かったんだけども、なんかそこの少しどうなのかなということですね、そこの最後のところで。うん、だから、やっぱりワクチン接種が進んで今すごい大事なタイミングだから、そこはうまくやってほしい、やるべきだと思うんだけどね。うん、まあね、しょうがない。っていうのと、あとね、それからちょっとこれついでに、してしまうとですね、茨城県医師会の話。うん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 。で、日立海浜公園で、これ開催、はい、8月の7日ですね、開催予定だった、ロックインジャパンフェスティバルについて、はいはい、これ茨城県医師会、ほか、その茨城県内の医師会から、中止、開催中止の要請があって、まあこれは中止あるいは、もっと思いっきり人数減らせって、まあそういう要請だったわけですけども、で、それを受けて、これ主催者が茨城放送などですね、が開催中止にしました。ということで、医師会さんはもうこれ護衛団に感謝しますって、まあそんなことになってるわけですが、で、これもどうですか？イベントに関わってる人間としてみると、うん、まあ、医師会の心配する気持ちはわかるんだわ。うん、でも、だからといって、中止が本当に正しかったのかと。だからさっき言ったことにも関わるけども、うん、やっぱり上限制限があるわけだから、そういう上限を守ってやるっていう考え方はなかったのかなという気はしちゃうんだよね。うん、だから本来は、これ医師会と主催者がバイでやるとさ、どうしてもこうなっちゃうじゃん。うん、
本来はこういうイベントやるのって地元経済の活性化につながる部分があるから、本来は行政がな形でみんなで話して、そこをうまく落としどころ作るってできなかったのかなっていう気はしちゃうんだよね。いや、これなんかね、これもなんか相当危うい動きだと思うんですよね。だって、一応この主催者さんは、法的なルールを守って、その下でやろうとしてたわけでしょ？で、それに対して、医師会さんが、いや、やめろと。で、やめてほしいって言って要請をすると、もうそれに従わざるを得なくなっちゃう。いうことになると、これ、イベントの話もそうだし、それから、いや、イベント以外だってね、飲食業界とかそういうところに対してだって、一応法的なルールとしてはここまでの設定をしたんだけども、いや、もう医師会としてはもっとやってほしいんだ、という要請をされると、なんとなくそれに従わざるを得ないみたいな、そうなんだよね。だから、法こ律とが起きる。で決められたルールが全く形骸化しちゃって、じゃあ、医師会が言えばみんな中止になるのかよっていう感じになるから、これはね、ちょっと悪しき前例になる可能性があるなと、すごい心配。いや、これもう相当危ういと思いますよ。いや、だってこの法的なルールの設定は、やっぱりそのいろんな利害を調整して設定してるわけじゃないですか。で、だからこのコロナ対応の話であれば、感染者が、増えたという時に、大変になっちゃう医師会の方々もいらっしゃれば、いや、一方でも、最低限のこういうところでルール設定すればやってもいいんじゃないのかという、利害の調整があって、で、そのもとで法的なルール、その5000人とかそういうルール設定をしてるわけで、で、それを、特定団体で、やっぱりもうこれはね、納得ができないと言って、無理押しすることができるという前例になりかねない。そう、だから、本当にこれはね、まあ、主催者とすれば、こう言われて、メディアからも非難くればっていうふうになっちゃうと思うんだけども、これで、チケットの払い戻しとか、手配した機材とかいろんなものの解約とか、コスト的な被害を受けるのは主催者なんだよね。もちろん、まあ、チケット、イベント中止の前の保険とかは入ってると思うけども、でもやっぱ当然被害は受けるわけだから、で、これをそういう、まあ、ルールは決めているのにもかかわらず、それを超えて一民間団体の主張でこうなるっていう構図は非常にまずいと思う。残念の一言に尽きるね。なんかだからちょっとこういろんなところで、科学に基づかず、そのマスコミの批判を恐れて政策決定がなされるとかね。なんかその法的なルールはあっても、それとはもう関係なく無理押しがなされるとかね。そうだ、これが前例になっちゃうと、コロナのリスクがあり続ける限り、どんなイベントも潰せるんですよ。で、これ延長すればどんな、飲食店も閉店に追い込めるんですよ。これってありえないよね。だから非常にまずい。そう、懸念してるとこうだいぶこう、民主主義の政策決定のあり方が危うくなってるような、なんいいかでね、ちょっすね、本当にね。とそれに近い、大きな問題であるような気がします、これそう思う。は。っていうようなところで、ちょっとこの緊急事態宣言とかオリパラの関係、他なんか気になられたことあります？まあ、とりあえずはちょっと、昨日の発表内容を聞いていて、ちょっとやっぱり、これで本当に、国民が腑に落ちたっていう感じになるかっていうと違う気もするから。まあ、もうちょっといろいろ、しっかり丁寧に説明し続ける必要はあるだろうね。で、まあ、あとは、返す返すのはやっぱり僕は、本当にこの無観客っていう判断、先々のリスクを考えて決めたんだろうけども、本当に正しかったかっていうのはやっぱりまだわかんないわ。まあ、様子を見ましょう、とりあえずはね。これあとはなんか私そのさっきのって言うと、やっぱりね、その政策決定において、そのマスコミがあまりに強い力を持ちすぎてしまっているとか、特定の業界団体、特定の利益団体の意見がこう反映されすぎてしまっているとかね、なんかちょっとその国の全体のあり方の大改革をやらないといけないんじゃないのかなという課題もあるように思いました。なんか、すごくパワーバランスが変な形になっちゃってるなっていう気がするからね。これは真剣に考えないとやばいと思う、俺は。なことですね。まあ、これちょっとまたそういう話はまた改めて今度。なあ、そうですな。それで、あとちょっともう一つ、いただいてた質問があるんで、ちょっと全然別の話ですけど、これ質問いっちゃいますね。
これ電力関係の話で、去年の末から1月の電力高騰 の、 あの新電力に関してというので、ご質問をいただいていました、はいはい。新電力への支援が結局やむやになっているような気がしています、うん、で分割払いにするというようなことがあったんだけども還元もまだありませんと。で新電力への支援は終わったのでしょうか。新電力は自業自得な部分もあるかもしれませんが本当に苦しんでいます。過去高騰支援と、今後スパイクが起こらない仕組み作りをよろしくお願いしますって、まあ、そういうご質問をいただいて、まあ、これは私は電力関係 の、 あの規制改革のところが関わっているので、多分私に対して、いや、もっとしっかりやれっていう、そういう質問なのかなと思って聞いたんですけども、まずこの新電力のに関しては、まあ、この1月にも大、うん高騰があったわけですね、電力価格のね。で、その時に、まあ、ずっとこれ私も申し上げていたのは、うん、リスクヘッジをせずに、この電力市場に参入されていた、うん、新電力の方々がいらっしゃって、うん、まあ、この方々はね、まあ、この質問でも自業自得って言われてますけども、まあ、やっぱり、責任あると思います。そうだね。うん。で、これはもう、その責任のある部分については、もう、それは感受していただくしかない。というわけです。なんですが、ただこれ一方で、この今回の価格高騰で、なんかね、理由なく儲けちゃった人っていうのもいるんですよね。うんうんうん、いや、もともとその自分が、たちが発注ミスをして、十分にその価格、その燃料を調達していなかった。で、それによって電力価格の高騰が起きて、で、たまたまその価格がうんと高騰しちゃったんで、それで儲かりました、みたいなところがあったり、うん、それからその価格が高騰したのに便乗してね、その転売して儲けちゃったとかね、はいはい、まあ、そういうことが起きてしまったというのがあって、で、これはそのなんでこんな問題が起きたかっていうと、その電力市場の整備が十分にきちんとできていなかったから、今、経産省の責任。うんなんですね。で、経産省がそういったその市場の整備をきちんと行っていなかったがために、変に儲けちゃった人がいる。だから、まあ、新電力、その責任はもちろんあるんだけれども、まあ、必要以上に、とんでもない損害を被っちゃったところもあるということを考えると、うん、やっぱりこの一定の、そのフェアな、その損得の配分というのはやり直しをしないといけない。というのが一、うん。それからもう一つは、その市場の整備。もう経産省ちゃんとできていなかったんで、もう一回ちゃんとやり直さないといけないというのは課題だと思います。で、これはもう経産省十分できないんだったら、公正取引委員会とかね、その競争機関も入って、きちんとやり直すというのをやらないといけないというのは課題だと思っているので、これはまた、私も政府の中での委員会なんかでも関わってる話なので、引き続きやっていきたいと思ってます。うん、それで、あとちょっとついでにこれ私のコメントを先に申し上げちゃうと、はいはい、その電力市場の整備っていう観点で言うと、その先物市場、うん、で、本当は大事なわけですよね。で、その将来の価格が上がったり下がったりするときに、このリスクヘッジをするのにどうやってるかっていうと、普通は先物市場でやります。うん。いうことなんですが、で、日本の場合にはこの電力の先物市場というのは全然未整備でしたと。で、その後今年のこの1月以降にこの大問題が起きて、価格の高騰の大問題が起きて、で、何が起きたかっていうと、欧州エネルギー取引所っていうね、この、ヨーロッパの取引所が参入してきたんです。はいはいはい。で、そこの取引所が今、もういや、こんなやっぱりね、価格の高騰なんかが起きる市場なんじゃ、先物市場大事だよねって、うん、関係者もみんな理解をしてきたんで、うん、で、そこで一気に市場を取っちゃって、市場全体の 96% を占めました。なんてことが起きていて。で、もともとこれ日本では東京商品取引所って、これ経産省所管の、取引所がやっていたんだけど、もうそこはね、4% かなんかなっちゃった。うん。だからこれはもう、これ数年前からこれ東京商品取引所で電力先物なんかもう無理だから、うん、いや、ちゃんとそのプロの人たちがやれるような市場設計やらないとダメでしょう、ということを言っていたんだけど、うん、まあ、なんかね、まさにそんなことになって、で、欧州の人たちのその取引所に市場取られちゃってる、ということが起きてるんですね。うんうん、で、これってまたその大変危ういことで、このエネルギーとかね、その国家のその基盤的なインフラの部分で、うん、で、日本勢ではない、その海外の市場とかね、海外のプレイヤーに、まあ、ある意味、その、こう、握られちゃうということになりかねない。うん、だよ。まあ、先物を超えて、さらにそこの大きな問題につながりかねないんで、まあ、これ、ちょっと経産省しっかりやらないといけないと。なんで、経産省できないんだったら別のところでやるということかなと思ってます。というのが、とりあえず私のコメントなんですけど、岸さんなんか。
いや、まさに原君が言う通りで、今回のこの新電力の問題に関して言えば、まあ、新規参入した事業者は当然自己責任があるよね、と。それが、多分それ半分だと思うんだよね。やっぱり残り半分は、じゃあこの自由化された市場整備をしっかりやってこなかった。で、あとは特にこういう先物市場、特に商品取引所は経産省所管であるにもかかわらず、そこを含め全体の制度設計をしっかり、作って早めに、スタートすることができなかった。で、ちゃんとしっかり稼働できなかったっていう、やっぱ制度を作る側の責任も半分あると思うから、だからそこは残念ながら経産省の、問題も大きいな。だからこれを逆に言えば、じゃあこれからどうすべきかっていうことで、先物市場もやっぱりさ、実績って結構評価されるじゃん。だからもうヨーロッパの方で、なぜか日本の電力先物の96%を占めちゃってるっていうと、これを、ひっくり返してすごい大変だと思うからさ、かなりしっかりこれからガリガリ頑張らないとまずいはずだよな。いやー、大変だわ、これ。もう、痛いな。そう、もうだから、なんかその単にその市場を機能させるっていう観点で言えば、もう全部ヨーロッパの人たちにやらせちゃえよっていうことは、もう一つの、ね、意見としてあり得るんだけども、まあだけどそれってさすがにエネルギー市場でそれやっちゃまずいでしょ。それはありえない。ちゃんとした人に、もう日本でね、やってもらわないといけないというのは、これ大変大きな課題として実はあります。そうだね。これは結構深刻だよな。こんな問題だな。NHO は何やったんじゃ。NHO はこういう危機意識、問題意識はちゃんと持ってんの？その電力市場をもう一回ちゃんと整備し直さないといけませんねっていうぐらいのところまでは言うんだけれども、なかなか格論がついてこないんですよね。だからこれだと結局さ、市場が不安定だよなっていうことで、最初は電力の新規参入あったけども、これからは逆に見合わせる動きも当然強まっちゃうと思うから、これやっぱ市場の形成っていう観点から非常に問題だよね。だからこれ早急に取り組まないといけないとは思うんだよな。まあ、これは実はまだまだこれ大問題が残っていて解決ができていません。で、まあ、その一つがこんなね、なんかもう先物市場みたいに明らかに必要性が分かったものを全部外国勢に取られちゃってますみたいなね、まあ、そんなことがありますって、まあ、そんな話ですね。意外と、だからコロナの報道ばっかりでこういうのしっかり出ないけども、実は将来的に日本のインフラにすごく影響する話だからね。あ、こういうのをしっかり本当は報道でもっと大きく、わかりやすく説明してほしいね。まあ、しょうがないな。いやいや、大変だ、これ。まあ、そんなことでしょうか。はい。いはい。あと、なんかあります？他に大丈夫ですか？や、とりあえずはこれで、まあ、ほどなくオリンピックも始まるし、で、だからそういう意味じゃ、感染者もどう増えるかっていうのも注目だから、まあ、とりあえずまた様子見るしかないかな。はい。じゃあ、はいはい。はい、ありがとうございます。